アプローチノートはコードトーンを囲む音のことです。コードトーンは今現在演奏中のコードを構成する音たちのことです。アプローチノートはコードトーンの半音上か半音下にあります。エンクロージャーは上と下の両方からコードトーンを囲んだ音のことです。アプローチノートとは、エンクロージャーの上か下かの片方だけの部分のことを言います。アプローチノートもエンクロージャーも音楽にカラーを与えます。アプローチノートは2拍4拍、つまりアップビート、に来ます。慣れるまではこの片方のアプローチノートを練習しましょう。この手のアプローチノートは必ずどこか近いところでリゾルブ、解決、する必要があります。慣れている人は1小節より長くリゾルブさせずにアプローチノートを使い続けます。慣れるまでは1小節続いたらリゾルブさせましょう。しかしこれらをあまり長く使いすぎると、方向性を見失います。方向性とはトーナルセンターのことです。人間の耳はトーナルセンターを求めるようにできているのです。リスナーには理論的知識はなくてもトーナルセンターを聞き分ける能力はあるのです。人間は何が合っているかが聴覚的にわかるのです。アプローチノートはフレクシブルでエンクロージャーになることもできます。最初のエクササイズは C メジャーコードの1、3、5、8をアップ、そしてダウン。あえてゆっくりレガートで演奏しましょう。次にこれらのコードトーンに下のアプローチノートを加えます。まだコードは C メジャーに聞こえますが、アプローチノートという装飾音のおかげで動きが生じますね。次のエクササイズも C メジャーコードの1、3、5、8をアップ、そしてダウン。そして今度は上のアプローチノートを加えます。下のアプローチノートは上昇する方向性を強く持ち、上のアプローチノートは下降する方向性を強く持ちます。それが動きをもたらします。C メジャーコードの1、3、5、8をアップでは下のアプローチノートを加え、ダウンでは上のアプローチノートを加えましょう。アプローチノートはコードトーンの半音、上にも下にもあるため、エンクロージャーの準備になりましたね。今度はトリプレットでエンクロージャーを練習しましょう。C メジャーコードの1、3、5、8をアップ、そしてダウン。そして、上のアプローチノート、下のアプローチノート、コードトーン、という順番でトリプレットを演奏しましょう。トリプレットの最後だけがコードトーンであるため、豊かに流れる音楽になりましたね。16分音符もやってみましょう。それでは最後にエクササイズです。前の動画で紹介した、1、6、4、2、3、5、1のコードが2小節ずつ続きます。コードトーンとスケールノートとアプローチノートを取り入れています。